はい、皆さんこんにちは。旅は人の常、略して旅常です。今回は2022年から2023年への年越しをニューヨークのザ・エッジというね、高い建物の、まあ、展望台みたいなところで年越しをするので、その時の様子をご紹介したいと思います。今時刻がね、だいたい午後10時を回ったところで、あと2時間で2022年がニューヨークではね終わりますので、日本ではもうねすでにね朝になってると思うんですけれども、ちょうどねこの時間帯に上まで上がって展望台で年越しをしたいと思います。まずはこちらのザ・エッジのね商業施設ハドソンヤードにあるんですけれども、ここに入りたいと思います。無印とかも入っている商業施設です。あちらにエンパイアステートビルが見えると思うんですけれども、あちらのミッドタウンからね歩いて10分ぐらいのところにあるハドソンヤードの大きな建物で、この辺はね一帯がね再開発された新しい地域になります。ちょっとね時間にギリギリなので急ぎ目で、少しカメラが揺れてて申し訳ないです。すごいなんかエレベーターを、あ、エスカレーターを通って、なんかディズニーランドっぽい雰囲気です。動線がすごいうまくできてるね。なんかディズニーランドみたいな通りを通ります。なんだろうこれ、すごいな。妻曰くガラガラだそうです。ザ・エッジに着きました。こんな感じになってます。なんか暗くて何も見えないですね。すいません、あんまりいいビデオに ならなさそう。ちょっとクラブみたいな雰囲気になってます。展望台のメインフロアになってるんですけれども、このようになんかパーティーフロアになってて、結構ドレスアップしてる人も多いんですね。スーツだったりタクシード着てる人も多いです。今から外に出たいと思います。まあちょっと大雨が降ってるので外出たくないんだけどな。こんな感じの雰囲気で、これ普段はね展望台になってて観光客のメインストアトラクションになってますが、お、風が強そう、すごそう、うわー、風が強い、そして何も見えない、見てる、すごくない、風が強いThis is like torture やば、噂のエッジか、ザ・エッジ、こんな感じですね。すごい何にも見えない、うっすらとニューヨークの光が見えますが、もうね高さも分かんないくらいですね。であの奥になんか光が見えるけど、今日は本当にあいにくの天気ですね。これが建物のてっぺんですが、もう雲の中に隠れちゃってるんで、見るとやることないですね。もう下も一応ねこうガラス張りになってて見えるんですけど、入れないようになってて、多分滑りやすいからだと思うんですけれども、まあ、下がこうやって見えるんですね。大体何メートルぐらいなんだっけな、これ。結構高いですよ。でも雨がちょっと激しくなってきたから、ちょっと音が入る。すごい。すごいすごいすごい。雰囲気ですね。ここはワッフルスタンドとかもあって、ちょっと可愛い感じです。でもね人はそんなに多くないですね。まあ多分入場かなり制限してるんでしょうね。はい、入場券にねこうやってねエッジっていうなんかガラスの、ガラスじゃないな、これプラスチックだな、よく見たらの、シャンパンがついてきました。これはねなんか1人3杯シャンパンついてくるので、なんか一気に3つ頼んだらめちゃめちゃ飲み物が来て、私はねお酒を飲まないシラフなので、ジンジャーエールのボトルを3つもらいました。ちょっと謎な仕様ですね。
てみると、こっちがいわゆるマンハッタンの中心部タイムズスクエアのあたりになるんですけれども、ここはねまだちょっと曇りが激しいですね。でこうよく見ると あそこの下にね結構見えますね、タイムズスクエアエリアですね。あの丸い建物がペンステーションとマディソンスクエアガーデンというマディソンスクエアガーデンと、よくコンサートとかやってるところでペンステーションっていう、まあ、ニューヨークの中央エリアの一つがありまして、その奥にこう、ね、ニューヨーカーっていうホテルがあったりして、まあ、この辺はちょっとニューヨークのマンハッタンの中心部になってます。本来だったらもうちょっと見えるはずなんですけれどもね、今日はちょっと残念ながらあんまり見えないですが、こういうアクティビティができるんだね。こんなことやりたくねえわ、大変そうだわ、すごいよこれ。すごい、ここに来てやっと晴れてきた。奥に見えるのはエンパイアステートビルですね。でこっちがダウンタウンの方、ウォールストリート街とかの方が奥の方に見えるものですね。おめでとうございます。はい、エレベーターが混む前に急いで帰りたいなというふうに思います。なんか一回もう年越ししたら落ち着きましたね、随分。はい、皆さん明けましておめでとうございます。いかがでしたか、新年快乐、ハッピーニューイヤー、いかがでしたでしょうか。これで今回のニューヨークでの年越しの動画終了したいと思います。この動画が面白いと思っていただけた方、このチャンネルの内容に興味がある方はぜひこれを機会にチャンネル登録のご検討をよろしくお願いいたします。それでは2023年もどうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。はい、バイバイ。バイバイ。